皆さん、こんにちは。わさびです。お元気ですか今日も会話のリスニングの練習をしていきましょう。今日のテーマは花粉症。それでは始めます。まずはじめに、田中さんと鈴木さんの丁寧語を使った会話を聞きましょう。次に、会話に出てきた 便利な表現についての説明を聞きます。次に同じ会話をカジュアルなバージョンで聞いてみます。そして最後に今日の会話に出てきた単語を復習して終わります。花粉症こんにちは今日は 暖かいですね。暖かいですね。今週は20度以上になる日もあって、急に冬が終わった感じがします。急に暑い日があって、着るものに困りますよね。あと、私は花粉症なので、そろそろ鼻がかゆい時期になってきました。わかります。 私も今週から鼻がむずむずして、鈴木さんは鼻がかゆい以外の症状はありますか今はまだ鼻がかゆいだけですね。一番症状が重くなるのが3月の終わりから4月にかけてです。目も耳もかゆくなって頭痛もあったり、 その時期は日常生活を送るのも大変です。ああ、私も同じです。今は主に杉花粉が飛んでいて、ヒノキはもう少し後なんですよね。多分私たちはヒノキアレルギーの方が強いんでしょうね。きっとそうですね。何か対策していますか 薬はもちろん飲んでいます。ドラッグストアで買えるような抗ヒスタミン剤ではあまり効かないので、病院で自分に合う薬を処方してもらっています。他には外から帰ったらすぐに着替えて家の中にできるだけ花粉を持ち込まないようにしています。やっぱり 病院の薬はよく効くんですね。仕事が忙しいことを理由にドラッグストアの薬で何とかしようとしていましたが、一回病院に相談しに行ってみようと思います。それでは次に会話に出てきた便利な表現について説明します。まず、 私は花粉症です。とは、私は花粉症になっています。私は花粉症の症状があります。という意味です。花粉症以外にも、持病といって、長くその病気を治療する必要がある場合、私はです。と短く言うことができます。 例文です私の家族はみんな花粉症です私の家族はみんな花粉症です私不眠症なんですよねなかなか眠れなくて私不眠症なんですよねなかなか眠れなくて他の持病の例としてはがん、糖尿病 高血圧、うつ病などがあり、すべて私は、ですの形で言うことができます。風邪や熱などのようなすぐ治る病気の時は、私は風邪です。私は熱です。というと違和感があります。私は風邪をひいています。私は熱があります。というのが正しいです。 次です。鼻がむずむずするとは、鼻がかゆい、くすぐったいという意味のオノマトペです。想像してみてください。皆さんの背中の上を小さい虫が歩いているとします。痛くはないですが、少しかゆくてくすぐったい感じがしますよね。これが むずむずするのイメージです。例文です。なんだか背中がむずむずする。切った髪の毛が服の中に入ったかも。なんだか背中がむずむずする。切った髪の毛が服の中に入ったかも。怪我が治ってきた場所がむずむずする。次です。 A から B にかけてとは時間の範囲を示す言葉で A から B までとよく似ています。A から B までがその範囲がはっきりしているのに比べて A から B にかけては始まりと終わりがはっきりしていません。例文を見てみましょう。 10月から11月にかけてが一番好きな季節です。10月から11月月かからにけてが一番好きな季節です。秋から冬にかけて風邪を吹きやすくなるので注意してください。秋から冬にかけて風邪を吹きやすくなるので注意してください。今晩から明日の朝にかけて 大雪が降るらしい。今晩から明日の朝にかけて大雪が降るらしい。これらの三つの例文は具体的に範囲をはっきりさせる必要がないため、かけての方が自然に聞こえます。一方、次の例文はかけてが使えません。この店は 9時から5時にかけて営業しています。これは営業時間とははっきり決まっているものなので、までを使うのが正しいです。最後の表現です。なんとかするとはいろんな努力や工夫をして実現するという意味です。方法は はっきり言わないが、頑張る。というようなニュアンスです。例文です給で。給料日になるまであと1000円しかない。なんとかしなければ。トイレが頻繁に壊れる。もうなんとかしてほしい。トイレが頻繁に壊れる。もうなんとかしてほしい。 この仕事明日までに終わらせられるはい、なんとかします。この仕事明日までに終わらせられるはい、なんとかします。それでは次は同じ会話をカジュアルなバージョンで聞いてみましょう。花粉症。こんにちは。今日は暖かいね。 暖かいね。今週は20度以上になる日もあって、急に冬が終わった感じがする。急に暑い日があって、着るものに困るよね。あと、私は花粉症だから、そろそろ鼻がかゆい時期になってきた。わかる。私も今週から鼻がむずむずして。鈴木さんは、 鼻がかゆい以外の症状はある今はまだ鼻がかゆいだけだね。一番症状が重くなるのが3月の終わりから4月にかけてなんだよね。目も耳もかゆくなって頭痛もあったり、その時期は日常生活を送るのも大変。ああ、私も同じ。今は 主に杉花粉が飛んでいて、ヒノキはもう少し後なんだよね。多分私たちはヒノキアレルギーの方が強いんだろうね。きっとそうだね。何か対策してる薬はもちろん飲んでるよ。ドラッグストアで買えるような抗ヒスタミン剤ではあまり効かないから、 病院で自分に合う薬を処方してもらってる。他には外から帰ったらすぐに着替えて家の中にできるだけ花粉を持ち込まないようにしてる。やっぱり病院の薬はよく効くんだね。仕事が忙しいことを理由にドラッグストアの薬で何とかしようとしてたけど、 一回病院に相談しに行ってみようと思う。それでは最後に今日の会話に出てきた単語を復習します。暖かい、暖かい。今週、今週。急に、急に。冬、冬。 暑い、暑い。着るもの、着るもの。そろそろ、そろそろ。かゆい、かゆい。症状、症状。症状が重い、症状が重い。鼻鼻目 目、耳、耳。頭痛頭痛。時期時期。日常生活日常生活。大変大変。杉花粉杉花粉。ヒノキ ヒノキ抗ヒスタミン剤抗ヒスタミン剤。アレルギーアレルギー。対策対策。薬薬。効く効く。病院病院。 処方？処方？着替える？着替える？花粉？花粉？に持ち込む。に持ち込む。お疲れ様でした。今日の動画はいかがでしたか？皆さんは花粉症大丈夫ですか？ この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。